です。インクラテ TV 始まるよ。今日は今の休日ルーティンです。今起きて今日部活があるのでこれから部活行って帰ってきて今日は友達と遊びます。今から顔を洗って髪の毛の準備していきたいと思います。それではどうぞ。今から顔洗っていくんですけど、私が使ってる洗顔が3つあってちょっと紹介したいと思います。1つ目がこれです。英語で読めないんですけど、これが家にあったんでたまに使ってます。もう一個がこのメラノ CC が化粧水も使ってて、これが結構肌に合ってるなって思います。今結構よく使ってるのがこれです。リッププレミアム洗顔ウォーム、これドンキに売ってて角質汚れが取れるみたいなの書いてあったんで買ってみました。結構取れます。今洗い終わったので次は化粧水と乳液を塗っていきたいと思います。私が使ってる化粧水がさっきも言ったんですけど、このメラノ CC の化粧水で、なんかめっちゃこれ肌に合っててずっと使ってます。なんかパックする前とかこれ2回塗って、パックしてもう1回塗って乳液塗るとめっちゃいい感じに肌がプルプルに戻ります。でも朝パックしないんで1回でいきます。そしたら乳液がキュレルの乳液なんですけど、これめっちゃ肌が白くなるし、今ボディクリームがなくなっちゃって、なのでハトムギとキュレルを塗ってます。普通にキュレルを体に塗っててめっちゃスベスベになって結構ハッピーです。はい、次は髪の毛をやっていきます。今日はいつも通りの学校にしてってる髪の毛でいきたいと思います。まずは前髪とストレートにしていきたいと思います。前髪はこれとドライヤーを使ってプシュプシュってやってドライガーってやれば前髪いつも通りになるんでちょっとおすすめです。捨てていきます。今前髪をやってきたんで、今からストレートアイロンで下の寝癖をストレートにしていきます。これはずっと順番にアイロンをしていけばいいと思います。朝だからかわかんないんですけど、すごい声やばいんですよ。花粉症に今やられてて、この前のランドセル紹介の時も花粉症だったんですけど、今もずっと花粉症で、でバキの花粉症でここにジンマシみたいなのができちゃって鼻水も止まらないし、花粉症に殺されてるんですよ。帰りました。でストレートが終わったので次は前髪をやっていきます。前髪はこれです。髪を温めてる間に髪の毛を縛っていくんですけど、私の髪の毛は3本で支えてます。3種類ではないんですけど、これです。これと遅れ毛がすぐなんか出ちゃうんですよ。だから遅れ毛出そう。髪の毛、今日は学校から帰ってきて遊ぶ時にツインテをするのでもうこれでいきます。大好きな大好きな友達と遊ぶんでね、気合い入れちゃいます。みんな部活入ってますか？昨日から私入って、ゴールデンウィークなのに部活に行くんです。いつ行くのか分かんなくて、あれ予定表見てもよく分かんなくて、じゃあ予定表の見方をね教えてほしいんですけど。それではいいじゃん。どういいね、予定表が見れなくて毎回友達に今日あるみたいな聞いてます。温まりました。前髪はドストレートでいきます。前髪は下に引っ張ります。 OK です。 OK じゃないかも。なんか前、今日前髪が浮いてる。これはこうやってやって後ろに巻いていきます。今日はこれ C にするんで、こうやってやっぱりしまいます。
あ、どうしよう。でも後から足してもったのね。 S にします。 S の方がなんかやりやすい。 OK です。そしたらまずこれを髪の毛全体に塗ってから、なんかね、アホ毛とかを止めてケープします。じゃん、ケープを使っていきます。髪の毛全体に塗っていくんですけど、ケープする前に余分な髪の毛を外側に排除してください。いきます。最初は根元だけやります。そしたらここにケープ塗ってアホ毛を止めて、そしたらピンでここのアホ毛をガッチしピンってします。そう、こっち側にここをピンってしたら、もう一回前髪に移ってこうやります。そしたらこうやって手にちょっとシュンってやって、こことここに塗っていきます。で、塗ったらこっちはこうやって後ろ側にやってあげます。 OK です。ちょっと待ってよ。そしたら顔は完成しました。で、次はご飯に移りたいと思います。はい、ということで今日の朝ごはんはパンと桃とお茶です。いただきます。パン食べ終わりました。今桃を食べていきたいと思います。これが食べ終わったら歯磨きして着替えて多分茹でます。ごちそうさまでした。では歯磨きしていきます。今日は何分なんだろう。今歯磨きが終わったので、これから着替えて日焼け止め塗っていきたいと思います。着替えて日焼け止めもしたので、今から部活に行きたいと思います。バイバーイ。はい、ということで今帰ってきて手洗って今からメイクをしていきます。顔にはもう日焼け止め塗ってるので、まずこれを塗っていきます。マジで高速でやんないと間に合わないんで、いつもは音楽かけたりしてメイクしてます。したらコンシーラーを塗っていきます。コンシーラーはここクマを塗って、お鼻のところ塗って終わりです。これ新しくママが買ってたんで、ポンポンポンってなびきます。メイクしていきます。バイバーイ。髪の毛もなんかすぐ取れちゃいそうなんですけど、軽く巻いて今からママに送ってってもらっていきたいと思います。合流したらお寿司食べるんで、多分お寿司屋さんで合流します。バイバーイ。着きました。今から寿司食べます。イエーイ。お寿司食べ終わりました。これから映画の予約に行きたいと思います。バイバーイ。映画のチケット買いました。映画行きます。バイバイ。入ります。バイバイ。はい、今ご飯食べ終わって帰ってきたので、今から歯磨きをしたいと思います。歯磨きがし終わったので、今からメイクを落としていきたいと思います。メイクはファンキューとこれをやります。で、これはメイク落としと洗顔のなんかあれが入ってるので、ウィンウィンです。洗い終わったのでお風呂に入っていきたいと思います。バイバーイ。今お風呂から出ました。お風呂から出たら顔には朝と同じメラノ CC の化粧水を塗って、今パックをしています。したら体にこのハトムギを塗って、これを塗ってます。
初麦は2回塗って、その後にキュレルを1回塗ってます。そうすると肌が白くなります。パックが染み込んで、もうね、カピカピになりかけてるんで、塗っていきます。これを塗ります。ちょっと汗ばかして寝ようと思います。ゆずはの休日ルーティンはどうでしたか？いいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします。バイバーイ。